アエロメヒココネクト2431便事故とは、2018年7月31日に発生した航空事故である。ドゥランゴ国際空港発メキシコシティ、国際空港行きのアエロメヒココネクト2431便が離陸直後にマイクロバーストに遭遇し、滑走路上に墜落した。機体はそのまま滑走し、1000フィートほど離れた地点で停止した。 衝撃により、エンジンが脱落したため、火災が発生し機体は焼け落ちた。しかし、乗員乗客103人に死者はなかった。事故の最終報告書は2019年2月23日に発行された。事故原因として、悪天候やパイロット及び管制官のミス、ウィンドシアを測定できる装置の不備などが挙げられた。また、 事故当時に機体を操縦していたデッドヘッドのパイロットは同系機の操縦資格を取得しておらずこのことがコックピット内での状況認識の喪失につながったと結論付けられたパイロットたちは悪化しつつあった気象条件を対処できず待機速度計の変化にも気づけなかった事故後メキシコ国内の航空規制が変更されデッドヘッドのパイロットや客室乗務員が コックピット内に登場することが禁じられた。その他、パイロットと管制官の訓練改善や、空港の気象検知機器に関する勧告がなされた。2013年に撮影された、自己機自己機のエンブラエルアージ -190AR は2008年に初飛行を行っており、2機のゼネラルエレクトリック CF34 から 10E6 を搭載していた。同年5月に、 N960UW として US Airways に納入された。2009年11月にリパブリック航空へ売却され N167HQ として再登録された。リパブリック航空の子会社であるミッドウエスト航空で運用され、その後別の子会社であるフロンティア航空で使用された。アエロメヒココネクトには2014年6月に売却され、 ソギャルとして登録された。事故時の総飛行時間は27,257時間で18,200サイクルを経験していた。事故機には製造時からハネウェル車線のウマイナス880気象レーダーが装備されていた。これは機体の飛行経路に沿って雨雲を検出し、パイロットに雨雲の程度を視覚的に表示するという装置だった。その他、 ウィンドシアを検出し、警報を作動させるウィンドシア検出装置なども装備されていた。また、r ジ1 9 0ではより優先順位の高い音声警報が作動している場合、対地接近警報装置の音声警報は無効化されるよう設計されていた。機長は38歳男性で、2011年からアエロメヒココネクトのパイロットとして勤務していた。 事故時の総飛行時間はおよそ3700時間であった。機長は2017年6月に E ・ジェットシリーズでの訓練を終えており、同期駅では1064時間の飛行経験があった。事故当時、機長は左側座席に着席しており、事故により重傷を負った。股関節と脊椎の手術が行われ、これは成功した。副操縦士は25歳男性で、 総飛行時間は1973時間だった。2018年2月に E ・ジェットシリーズでの副操縦士資格を取得し、同期駅では460時間の飛行経験があった。事故当時、副操縦士は通常着席する右側座席ではなくコックピット内のジャンプシートに着席しており、事故で軽傷を負った。2431便には、正規の運行乗務員のほか デッドヘッドの乗員がコックピット内にいた。総飛行時間は3296時間でビーチクラフトキングエア海90とビーチクラフトスーパー,アーキングエア200での飛行資格を保有していた。E、ジェットシリーズの飛行訓練を行っていたが、実機での訓練は行っておらず、受けた訓練は座学と64時間のシミュレータ訓練のみだった。そのため、 アージ -190 での操縦資格は取得していなかった。事故当時、デッドヘッドのパイロットは右側座席に着席しており、墜落の5秒前まで機体を操縦していた。また、事故により、軽傷を負った。客室には2人の客室乗務員がいた。チーフパーサーは2012年6月からアエロメヒココネクトに勤務しており、事故により、腰椎を骨折した。 もう一人の客室乗務員は事故のおよそ一週間前から勤務しており、事故により軽傷を負った。2431便には乗客99人が同乗していた。そのうち二人はコックピット内にいた非正規パイロットを含むワイロメヒココネクトの社員だった。デッドヘッドの乗員を除く乗客の国籍は以下の通り、2431便は アエロメヒコ航空の子会社であるアエロメヒココネクトが運航する国内定期便だった。予定ではメキシコシティ国際空港を CDT14 時56分に離陸することとなっていた。ところが離陸前の点検において服装重視が第一エンジンからの燃料漏れを発見した。保守要員はこれを検査し、漏出率は制限内にあり安全に飛行できると。 結論付けた。このため、離陸は、帝国よりも25分ほど遅れた。15時14分、2431便はゲートを離れ、滑走路03へ向かった。タキシング中、雨が激しくなり始め、強い突風も観測された。15時18分、管制官はパイロットに90度から20ノットの風が吹いていると報告した。同時刻、 空港のフライトインフォメーションサービスが、気象情報を更新した。それには雷雲及び積乱雲の点在についてや、視界の低下について記載されていた。しかし、事故当時、管制塔は一人で業務をこなしていたため、この更新を見なかった。雨はさらに悪化し、管制塔から滑走路が視認できないほどとなった。管制官は、天候の悪化について知っていたにもかかわらず、パイロットに、 それを伝えることはしなかった。15時21分、管制官は2431便に離陸許可を与えた。この時、激しい突風が空港で吹いており、吹き飛ばされた樹木により、電力と通信回線が破壊された。15時22分、フライトインフォメーションサービスは特別警報を発した。それには、雷雨の警告、視界及び雲低ゼロなどが含まれていたが、 停電により管制官へ届くことはなかった。機体は滑走を開始し、147ノットで離陸した。2フィートほど上昇した後に、パイロットは着陸装置を格納した。2431便は、向かい風の状態で離陸したが、すぐに右方向からの往復に変わり、風速も11ノットから33ノットまで増加した。高度30フィート。 速度151ノットに達したとき、突然横風が24ノットの追い風に変化した。機体は高度と速度を急速に失い、コックピットではドントシンクの警報が作動した。5秒後、左主翼が滑走路に激突した。機体は両エンジンが主翼から脱落した状態で滑走し、滑走道端から1000フィート地点で停止した。衝撃により火災が発生したが、 乗員乗客103人全員が機体からの脱出に成功した。墜落直後、乗客は機体からの炎と煙が発生していることに気づいた。一部の乗客は機体のドアは破壊され、胴体は2つに分断されていたため、胴体に開いた穴から直接脱出できたと述べた。乗員は脱出スライドを展開し、90秒以内にすべての乗客を安全に避難させた。 墜落から3から4分後、機体は爆発支援に包まれた。管制官は2431便との更新を試み、滑走路上を検査するため車両を派遣した。運転手は滑走路脇にエンジンがあり、滑走路の奥で煙が上がっているのを目撃した。空港職員は直ちに消防士を現場へ急行させ、消火及び救助作業が開始された。 墜落の一報が入った後、アエロメヒコ航空は、デュランゴに職員を派遣し、事故に巻き込まれた乗客とその家族の支援を行った。加えて、同社は事故により生じた、医療費、宿泊費、交通費、その他費用をすべて負担すると発表した。その他、乗員の行動を称賛し、迅速かつ効率的な避難により、さらなる死傷者の発生を回避したと述べた。また、 パイロットの行動や知識により死者が出なかったと発言した。事故による負傷者の人数に関していくつかの矛盾した情報が伝えられた。保健省は乗客18人が負傷したと伝えた。しかし赤十字は97人が負傷したと報告した。一方でデュランご州知事は49人が病院に搬送され手当てを受けていると発表した。事故の2日後。 アエロメヒコ航空は17人の乗客が入院中で、16人が退院手続き中であり、24人がすでに退院したと発表した。最終的に報告書では14人が重傷を負い、25人が軽傷を負ったと述べられた。マイクロバーストを示した図。気流は地面にたるまで下降し、その後四方八方に広がる事故発生直後、メキシコの連邦民間航空局は、 調査委員会を設置したと発表した。調査には、アメリカの国家運輸安全委員会と、連邦航空局のほか、機体の製造会社であるエンブラエルと、エンジンの製造会社である、ゼネラルエレクトリックが参加した。フライトデータレコーダーは、事故現場からすぐに発見され、状態も良好だった。9月5日、主任調査官は、事故原因について、 最終的な結論に達してはいないが、マイクロバーストによって発生したウィンドシアが原因の可能性があると発表した。また、パイロットたちは悪天候に関する情報を離陸前に得ていなかったことと、機体の故障や人的要因により墜落した可能性は低いと述べた。加えて、コックピットボイスレコーダーの分析により、コックピット内で不正な飛行訓練が行われており、 資格を持たない、デッドヘッドのパイロットが副操縦士席に着席し、墜落直前間まで操縦していたことが判明した。これは、航空規則に反する行為であり、行政手続きが開始されたと調査官は述べた。それにもかかわらず、パイロットの行動は、事故原因ではないとした。その後まもなく、アエロメヒココネクトはコックピットにいた3人のパイロットを解雇したと公表した。 調査官は事故当時の気象条件、同等レベルの能力のパイロットを用いてシミュレーションを行った。テストパイロットにはこれから起こる事柄は説明されなかった。1回目のテストではテストパイロットは気象レーダーを作動させていたため、ウィンドシェアの兆候を認識できた。加えて離陸も正常に中止され、事故には至らなかった。2回目は離陸滑走が開始された後に、 ウィンドシアが発生したという状況でシミュレーターを行った。この場合、機体は15フィートまで上昇したものの、降下を開始し地面に衝突した。シミュレーター調査により、事故機のパイロットが離陸中に、ウィンドシアを認識できなかったため、墜落を避けるための行動をとる、時間的余裕がなくなったと結論づけられた。 2019年2月23日にこの事故の最終報告書が発行された。墜落は離陸中に低高度でウィンドシアに遭遇したため、速度と高度を急速に失い、機体の操縦が不能になったために引き起こされたと結論付けられた。また、調査により機体に欠陥や故障がなかったことも明らかにされた。報告書では、 複数のパイロットエラーが事故の要因となったと述べられた。一つは、共感の資格がないパイロットが事故時に機体を操縦していたデッドヘッドのパイロットに指示を出していたことであった。これにより、コックピット内で状況認識があやふやになり、ステライルコックピットルールも守られなかった。また、デッドヘッドのパイロットは、副操縦士席側と、 基調席側の待機速度計に異なる値が表示されていることに気づかず危険な気象条件に気づく機会を損ねた。加えてパイロットたちは標準的な手順に従って行動していなかったことも判明した。調査官はまた管制官の行動も事故の要因となったと述べた。管制官は低高度でウィンドシアが発生した可能性がある際に 行うべき手順を行っていなかった。急速に悪化する天候をパイロットたちに知らせなかったについて管制官は適切な監督と支援がなかったためだと話した。また同様の事故を防ぐための勧告が航空会社に対して複数出された。調査官は飛行のいかなる状況であっても正規のパイロット以外が操縦することがないように運航手順を変更する必要があると述べた。 また、適切な状況認識を行えるように、ステライルコックピットルールに関する追加の訓練を行うよう提言した。その他、悪天候下で、ウィンドシアを認識する方法、及び遭遇時の回復手順に関する訓練を行うよう推奨した。加えて、離陸時の最大水力の使用に関する訓練、気象条件に対する機体の構成、待機速度、高度、 垂直速度に関する訓練、左右の飛行契機の間に誤差がある場合の対処方法および着陸装置を格納時の手順などに変更も推奨した。デッドヘッドのパイロットは乗客として数えられていたが、客室に彼がいないことに客室乗務員は気づかなかった。また、調査委員会は事故機の契機に誤った気圧が入力されていたことを確認したため、 管制官が与えた情報を適切に認識しているか注意を払うよう提言した。また、調査委員会は空港やメキシコの航空当局にも勧告を出した。韓国では、管制官は一人で業務を行うべきではなく、悪天候についてパイロットに知らせるための人員が必要だと述べられた。また、メキシコの連邦民間航空局が、 ウィンドシアや嵐におけるウィンドシアの危険性に関するガイドラインを公開していなかったことが判明したため、調査委員会は嵐の危険度を予測し分類するプログラムの開発を推奨した。加えて、空港にウィンドシアを測定できる装置が設置されていなかったことも判明した。そのため、調査委員会は風の変動を詳細に測定できる施設を設置するよう推奨した。 また、管制等へ供給される電力や更新などが遮断される危険性をなくすよう提言した。その他、空港に設置されていたカメラについても勧告が出された。空港のカメラにはタイムスタンプ処理機能が不足していたため、すべてのカメラにタイムスタンプ処理機能を搭載するよう推奨した。墜落の1ヶ月後、アエロメヒコ航空はコックピットにいた3人の乗員を、 解雇したと発表した。解雇について、アエロメヒコ航空は、事故はパイロットに起因するものではないと感じているが、デッドヘッドの乗員に操縦させるなどの規定違反があったためだと述べた。これに対して、労働組合は、この決定は予備報告書に基づいたものであり、公式調査はまだ継続されていると発言した。間もなくして、メキシコの航空当局は、 デッドヘッドの乗員と客室乗務員がコックピットへ搭乗することを禁止した。アエロメヒコ航空のパイロットたちはこの変更に対して反対し団体交渉協定の違反であるとしてストライキを呼びかけた。そのためパイロットのアエロメヒコ航空の間で交渉が行われた。交渉後、パイロット組合は規定の変更に同意し、 デッドヘッドとして登場した乗員は客室内に着席することとなった。ありがとうございます。